どうも、もみーです。オンライン英会話レッスンも28日目に突入いたしました。残すところあと3日です。ここまで来るのいろいろありましたけど、今思うと早かったなって思います。今まではあとフィリピン人の方を講師に選ぶことが多かったんですけど、あと3日は、まあ、なるべくフィリピンの方以外の国の先生を選んで、いろんな国のイントネーションとかを学びたいと思います。それではあと3日楽しみます。では行ってきます。 So, what does Jane look like? She has blue eyes and she has wavy blonde hair. Good, very goodMomi-san, nice to meet you. How are you today? I have stomachache this morning. Oh no. Yeah. Did you eat something wrong? Now I'm good. Oh, okay, perfect. Yes. Okay. So, I think you mean... Yeah. So, we have YouTube channel. Ah, so you mean...When you sent him a message, you told each other, let's make a vlog about something interesting about the two of you. Yes. はい。オンライン英会話レッスン30日達成しました。めっちゃ嬉しい。もう本当頑張ったよね。めっちゃ頑張ったね。本当にね、もう眠すぎて死にそうな時でも頑張れたのはやっぱり皆さんのおかげです。みんな応援してくれたおかげでちゃんと達成することができました。ありがとうございました。どうだった？なんか聞いてみてて、最近の私の英語。なんかでもね、本当に会話してる感がすごいだよね。そう、最初に比べるとね、なんか聞き取るのもすごく上手になってきたね。おー、さすが、ちゃんと聞いてくれてますね。そう、それは私も感じてて、やっぱり慣れだけど、聞くのと話すのはやっぱインプットアウトプットはどっちも大事だなって思ったしです。それでは See you next time. Bye.